今日ね、最近の悩み言うていい？あの動画も髪の毛もものすごい長くなってきたってこと。今日はせめて動画だけでも少しちょっとね、短縮できるように頑張ります。前回の大まか編に入れるほどの情報とかディスカッションポイントではなかったけど、結構重要なポイントばかりの今回はケビン・ガーネットのキャリアの細か編です。どうぞ。タイガーキングのあのジェームズになってるぞ、これやばいやばい。 I look crazy man、I'm...Fucking insane. こんにちは、リクトです。早速ですが、前回の大まか編では言えなかったことね、まずは KG が若い頃からどれだけ頭が良かったかっていうエピソードなんですけど、 NBA に入る前に当時の監督がこう NBA のエージェントと会って話した方がいいと思って、 KG のために知り合いのエージェントとこう、ミーティングをね、セットアップしてあげたんです。で、そのエージェントが前回の動画でも言うたエリック・フレーシャー。未来の KG のエージェントやったんですけど、彼らが初めて会った時の話が凄すぎたんです。まあ、普通のミーティングと同じように彼らは話し合って、じゃあ、この日の、夜の7時に会おうっていうことになったんですね。でもその当日、KG は7時に会っても来へん。8時になっても9時になっても来へんから、で、当時は携帯とかもないじゃないですか。だからフレーシャーはもう、あ、忘れたのかなと。ね、まだ高校生やからなんかもうだらしないのかなみたいな感じで、フレーシャーは普通にホテルに戻って寝たんです。ほんなら朝の2時にどん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 ってホテルのドアが、ノックされて、びっくりして飛び起きたフレーシャーがこうドアをこう覗いたら KG が普通に廊下で待ってるんです。しかも後ろには高校の時のチームメイトがね5人ぐらいいて、みんな2メートル以上の大男ですから、まあフレーシャーもちょっとビビって、まあどうぞどうぞと。でこれパッと聞いた感じ、あ、 KG ってちょっとだらしない性格なんやなっていう話聞こえますけど、そうではなくて彼はわざと7時間遅れてフレーシャーのホテルに行ったんです。 NBA と関わるビジネスマンとかエージェントって言うたら、中にはものすごい悪い人がいたり、あんまりビジネスのことをまだ分かってない若い NBA 選手を騙していいように使ったりする人もいるわけです。だから KG は極端に遅れることで、俺はお前の言いなりにはならないぞと、この関係では自分がパワーを持ってるというのを示すための計算された行動やったんです。その証拠に KG がフレーシャーの部屋に入った瞬間、彼はこう言うたんです。俺はお前に借りなんてない。今日は何もサインしないし、ただ単にこのミーティングをするためだけのために来たと。フレーシャーはこれを聞いて、お、なかなかしっかりしてるなと思って、まあ、そっからは二人ともこうストレートな人間同士やったんで、お互い信用できる関係まで行って、最終的には選手とエージェントってなったわけです。17歳でこんなこと考えますか？普通やることがとにかくビッグですよね。これは KG がボストンに移籍した時もセルティックスのフロント人間と直接ね話し合った時に、まず最初に言うたことは、その俺は優勝したいね、優勝できるチームを作るために君たちが 100% の力を入れなかった俺はこのチームに来たくないし、来たとしても、ね、途中からねだらしなくなったりしたらいつでも違うチームに移籍できますよ。一緒にビジネスする人にはリラックスしてほしくなかったんです。リラックスしだすと、まあ 100% 出してないけど、まあええんちゃうかっていう中途半端な気持ちが出てくるから、時にはやることが極端やろって批判されてましたけど、汚い手を使う人が多いビジネスでは舐められないためにはこのアプローチがベストやったんで、ティーネイジャーの時からこれをちゃんと理解してたっていうのは KG を尊敬できる一つのポイントでした。はい、では KG がドラフトされた後に移りたいんですけど、ビジネスの世界でも常に 100% を出す人としか関わりたくないっていう KG やったんで、コート上でも同じだけ自分に対して厳しかったんです。練習量が半端なかったんですね。 NBA チームの練習場とかに行くと、選手とか監督とかにインタビューするために来てるメディアメンバーがたくさんいるんですけど、ウルブスの練習場では暗黙の了解でチーム練習の後に KG 以外の選手と、であとは監督とかをまずは捕まえて、インタビューをする。それがある程度終わったら、みんななんか自分のエリアに戻って、さっきのインタビューの情報を使って自分の記事を書き出すんですね。ほんで記事を大体書き終えた時に KG がやっと自主練終わってシャワー浴びて、ほんで最後にみんな KG にインタビューするっていうのが習慣になってたんです。それぐらいガーネットは他の選手と比べて練習量が多かったんですね。だから KG はもともと素質があったっていうのは大きいんですけど、これだけ練習熱心やったっていうことも彼の成功につながってたわけです。
わけです。こういうことができる高卒の選手ってなかなかいないですからね。やっぱスターになってる高卒選手は違いますよ。ここで一つポイントとして出したいのは、KG が高校から直接 NBA に行ってから高卒の選手がぐんと増えましたよね。まあ、それを流行らせたっていうことも KG のレガシーの一つですけど、これは一体良かったことなのか。いろいろと意見はありますけど、一つ言えるのは、高校から NBA に行くっていうことは素質だけではあかんし、頑張りやっていうだけでも難しい。たとえその二つは揃っててもフランチャイズがしっかりとしてないと開花しないままその選手のキャリアが終わってしまうっていうことかってあり得る。これは別に細か情報でも何でもないですけど、ちょっと皆さんの意見も聞きたくて、コービー、レブロン、ドワイト・ハワード、アマレス・タダマイヤー、ティー・マック、そういうスーパースターになれた選手と、クワミ・ブラウン、ダリウス・マイルズ、エディ・カリー、コーリオン・ヤング、セバスチャン・テルフェア、ロバート・スイフト、期待に応えられなかった選手は何が違ってここまでの差がついてしまったのか、これは非常に興味深いトピックですよね。はい、そして、興味深いといえば、2000年代前半半ばぐらいまではティム・ダンカン対ケビン・ガーネットどっちの方が上手いっていうディベートが盛んになってました。そこで KG ファンが大体言うことは、もしガーネットとダンカンがスイッチしてたらスパーズは同じように勝ててたと思うし、ウルブスもさすがのダンカンがいても優勝できてなかったやろうと。ただ個人的にはこれあんまね納得いかないんですよ。というのはスパーズの例えば2003年のチームとかは、ダンカンの次に上手い選手って誰か、2番目の選手は誰なのかっていうのも曖昧やったじゃないですか。ジノビリとパーカーはまだ赤ちゃんやったし、スティーブン・ジャクソンなのかっていう、まあ微妙なところでしたよね。もしダンカンがスパーズではなく、まあ2000年代前半のウルブスに所属してたとしたら、ワリー・ザービアックの方がもしかしたらセカンドガイとしてはスパーズのサポート役の誰よりも上やったかもしれません。テレル・ブランドンもなかなかねいいポイントガードでしたし、オールスター経験かて2回ありますからね。ちなみにザービアックもオールスターで、まあシュートがうまいスコアラーですね、一言で言うと。ウルブスにはなかなかいいロールプレイヤーもいましたしね、マリーク・シーリー、 RIP、 アンソニー・ピーラーとかサム・ミッチェルもノックダウンシューターでした。ほんでジョー・スミスはガーネットと同じドラフトクラスで全体1位指名された選手やったんで、素質だけで言うともちろんものすごい優れてましたし、簡単に言うと贅沢なロールプレイヤーやった。ダンカンの横ではマリー・クローズもあれだけ貴重なロールプレイヤーになれたわけですから、スミスやったらもっと活躍してたと思います。ほんでウルブスにはフェリッペ・ロペスというね、ジョーダンと比べられたこともあるガードがいましたし、まあ残念ながら彼は怪我をしてしまって、あとはシュートが下手やったことで NBA では開花できなかったんですけど、もしダンカンのいるウルブスに行ってたら、スパーズでねジャンプシュートが全くなかったスピーディー・クラクストンがファイナルズヒーローになったのと同じように活躍できてたかもしれません。 KG はダンカンと同じだけアンセルフィッシュで、素質で言えば文句なしやったんですけど、ダンカンのそのサポート役の実力をマキシマイズする能力にはさすがにかなわなかったし、あとは勝負の肝心な時にダンカンは俺に任せろということができた。普段はロールプレイヤーに活躍させるけど、本能的に俺が今から無双しないとこれは勝てないぞと考える能力があって、それを実際にコートの上で出すことができてた。 KG はどっちかというとクランチタイムになるともう一人他のクローザーがいないといけないような選手やったっていうのが一番の違いやと思います。まあでもこれに関してはいろんな意見があると思うので、ぜひ皆さんの考えもコメント欄で聞かせてください。はい、では、ウルブスの中途半端時代に関しては前回の動画で話しましたけど、フランチャイズにとって一番大きなロスはもちろんマーベリーが移籍してしまったこと、あとはまあ前回触れなかったですけど、チョンシー・ビラップスに対してもう少し辛抱強かったらビラップスと KG っていうデュオが成長していくところを見れたかもしれない。でもう一つ大きかったのはジョー・スミスの契約スキャンダルですね。さっきも話したようにジョー・スミスは素質がある選手やったんで、ウルブスは KG とマーベリーとジョー・スミスというビッグスリーを作ろうやないかと思ったんですけど、問題はスミスを契約するためのキャップスペースがなかった。他のチームからは80ミリオンの契約オファーとかももらってたような選手やったんで、ウルブスは KG に今126ミリオンも上げてたんで、それをできる状態じゃなかった。だから彼とはちょっとずるい、まあ違法やったんですけど、3年連続でものすごい低い、もう怪しいぐらい低い1年契約を年間で1ミリオン程度やったんですけど、111って結んだらスミスのバードライツを獲得できるので、要するにその4年目にバカでかい契約をオファーできる。でスミスもそれに納得して OK をしてくれた。ところがその3年目が始まる前に、それほんまやってはいけないことやったんで、そんなことをやってるっていうことが
が NBA にバレてしまったんです。でその罰としてデビッド・スタンはまずウルブスのオーナーと VP ねグレン・テイラーとケビン・マケールに1年間のサスペンションを与えた。あとは 3.5 ミリオンの罰金。そして一番痛かったのは次の5年間の1巡目指名権を全部なしにされてしまったんです。まあ、結局ねそれ1本か2本は返してもらったんですけど、ドラフトで若い選手を獲得するチャンスが減ってしまったことで KG のサポート役も作りにくくなったっていうのは事実です。オールスターに1回もなったことがないジョー・スミスを獲得するだけのためにこれだけのリスクを負ってこれだけの罰を食らったミネソタ・ティンバーウルブス、ほんまお疲れ様でした。 KG もなかなか大変でしたね。ここでね僕が一番 KG に対してのリスペクトが高かった時期について話したいんですけど、2004年にウェスタンカンファレンスファイナルまで進んで確か次のシーズンにあった出来事やったんですけど、 KG の有名なインタビューがありまして、この時期ウルブスはまあ去年ねウェスタンカンファレンスファイナルまで行ってそのハイを味わったのに次のシーズンものすごい不調でプレーオフにもう出れないんじゃないかという状況やったんです。その例のインタビューではこうシットダウンインタビューっていう普通のポストゲームインタビューとは違って座った状態のねワンオンワンのインタビューやったんですけど、ホールオブフェイム監督のジョン・トンプソンが KG にね何がその What's driving you と今シーズンいろいろとあって大変やと思うけど何を考えながらそんな風に頑張れるのみたいな質問をした時に KG は That I'm losing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  と、I'm losing だけでもどれだけ自分は苦しんでるかっていうのが伝わってくるぐらいの悔しさを見せてたんです。カメラ止めてくれっていうぐらい。これねその甘やかされてきてよね NBA に入ってちょっと勝てないからねっていうような選手やったら全然違ったと思うんですけど、 KG 普通に苦労してきてますから人生の中でも、だからこそほんまの人生の中での苦しいこととかも分かってる選手が全国テレビであまりの悔しさで泣いてるっていうのが当時の僕にとってはすごい衝撃的やったんです。ほんでもう一つ心に響いた言葉がありまして、これまあ頼まれてないけどモノマネするんですけど、決してバカにはしてないですからね。これは KG のことをリスペクトしてるから演技も 100% ちゃんと力を入れてるっていうだけですからね。 You ain't got a ball cause you got to You ain't got a run sprints cause you got to I don't have to go to the gym and put up extra shots Cause I got to. I ain't gotta do none of that. It's how I'm built. This is me. Mother trucker. Anything is possible. Anything.最後はちょっとバカにしてましたけど、でもほんまにここまでの感情を見せて、しかも当時はそのアスリートがテレビで泣くとかっていうのは珍しかったですから、この時に KG の負けず嫌いさがどれだけすごいことなのかっていうのを改めて感じたのを覚えてます。ほんま好きになりましたね。これだけ負けるの嫌いやから、やっぱり前回の動画で KG が線を越えてしまうトラッシュトーカーやって言いましたけど、ほんで何があっても絶対に言うてはいけないことも確かに言うてました。でもこのインタビューでほんま生のその KG の感情を見てた後やったので、なんでそういうトラッシュトークの仕方もしてたかっていうのがなんとなくまあ許すではないですけど理解ができた。まあそういう風にねミネソタ時代はいろいろと負ける苦しみを味わって、でも極端に誠実やからずっと最後までねミネソタにいたいと思ってたけど、友人のチョンシー・ビラップスとかに言われて今セルティックスとかみたいな強いチームに行かなかったら一生後悔するでと、そういうアドバイスを聞いた結果 KG はボストンに行くことになった。ボストンもまあそれまで何年間かヘボチームやったので、 KG がやってきたことでもう一瞬でカルチャーが変わったんです。彼のエネルギーっていうのはもう特別なもので、コートとかウェイトルームにいるだけでこう映るんですよチームメイトに。だからチームメイトたちは KG がいることでいつもよりもちょっと早く走れたり、いつもよりもうちょっと重いダンベルを持てたり、ほんで頑固な選手が多かった中で KG はディフェンス専門のコーチやったトム・シボドーのディフェンシブ
スキームを最初に認めた選手やったんです。そのおかげでセルティックスはものすごい強いディフェンシブチームになれた。ほんでまあこの時のセルティックスといえばビッグ3ですよね。彼らはスキル的にもまあ違うポジションやったし、結構すぐにフィットしたんですけど、性格的にもぴったりやったんです。というのはポール・ピアスのリーダーシップスタイルは、お前ら俺についてこい、でもついてくるガッツがないやつはどっか行け、そんなやつのこと知らんわっていうスタイルで、レイ・アレンはどっちかというと一人で淡々と練習にも励んで、自分は自分で頑張るからお前らもお前らで頑張れよみたいな感じで、 KG はチームメイトに対してはまあ厳しかったですけど、絶対裏切らないぞと、お前はブラザーやと、何があっても何が何でも一緒に頑張るぞっていうようなスタイルやった。絶対突き放したりはしない。これはもう高校の時から変わってなかったんです。だからそれぞれ3人とも違うリーダーシップスタイルやったことで、セルティックスはすごいバランスのいいチームになれた。ほんでコート上では KG の弱点最初に言いましたよね。勝負強さに意外と欠けてる KG は自分でも自覚してたので、試合の肝心な時はレイ・アレンとかポール・ピアスに最後のシュートを打ってもらうっていうスタンスやったんです。これもバランスのいいチームになれた一つの理由やと思います。トラッシュトークとか聞いてると、なんか自分勝手なエゴのでかい選手なのかなっていう風に勘違いする人もいると思うんですけど、確かにそのトラッシュトークに関してはずっとやってるから、黙ってる時の方が少なかった。怪我してる時でも高級なスーツを着ながら、2009年のプレイオフとかはドワイト・ハワードとマジックにめちゃくちゃずっと喋ってましたからね、ベンチから。でもそれも結局はチームのためにやってることでして、セルティックスが勝つために俺は何ができるやろ、怪我してるからコートではプレーできない、でもトラッシュトークをすれば少しでも相手選手の平常心を奪うことができる。だからとにかく彼はチームファーストな選手やったんです。ネッツにトレードされた時も、ミネソタ時代親友でメンターやったマリーク・シーリーっていう選手がいたんですけど、彼が2000年に KG の誕生日パーティーの帰りに飲酒運転してたバカ野郎に突っ込まれて亡くなってしまったんです。まあそういう苦しい過去もあって、この動画ではあまり話さなかったですけど、彼のジャージーナンバー2番をネッツではつけることにした。人を簡単に信頼しないけど、信頼してる人のことはものすごい大切にする人なんですね、KG は。ネッツにいた頃の KG といえばもう一つ印象的なことがありまして、ジェイソン・コリンズ、まあ皆さんも知ってると思いますけど、四大スポーツで初めてカミングアウト、その自分はゲイやということを発表した選手がネッツにサインされたんですね。その時も KG はメディアではもちろん、プライベートでも直接コリンズに、お前がやったことはものすごい勇気のいることで、誇りに思ってるぞとね、I'm proud of you. ありがとうっていう風に何回も伝えてた。だからこういう話聞くと、やっぱ KG は闘争心が時にはね強すぎて、言ってはいけないことも言ってしまう時もあるけど、ハートは間違いなくいいやつやなっていうのが、まあ個人的にはそう思います。他にもめっちゃね話したいこといっぱいあるんですけど、今回はこれぐらいにしときますね。まあまたね機会があったりしたら、ライブ配信とかコラボの時に話させていただきます。 KG は引退後もいろいろとテレビに出たり、映画のアンカー・ジェムズ、アダム・サンドラーと一緒に出演したり、意外と演技上手いんですよ彼。これからも彼の活躍には期待してます。せっかくなんで皆さんもコメント欄にこういうエピソードあったでというのがありましたら、どんどんコメント欄に書き込んでください。これからもバスケ NBA の面白さをみんなで広めていきましょう。デハデハ、平和。